それでさ、そいつ泣き出しちゃってねー。マジでドン引きしちゃったわ。う <laughs> ん風紀委員長じゃん。私になんか用うん。先帰ってていいよ。うん。また明日。うん、それで今日はなんで呼び止めたまたそれふふ、はあ あのね、委員長。いつも言ってるけど、こんなの服装の乱れに入んないの。これが普通なの。っていうか何委員長私のことずっと見てたんどう興奮した興奮してくれたら嬉しいな。実は私、委員長に見てほしくて、こんな格好を。 って、そんなわけないじゃん。私は好きでこの格好してんの。まったく、顔赤くしちゃって。彼女がいるくせに悪いやつだな。私から言っとこうかあんたの彼氏が私のことを今にも襲いそうな目で見てくるって。<laughs> 冗談だって。そんなことするわけないじゃん。 あの子とは小学校の時からの友達なんだよ。それなのに悲しませるようなことするとかやばいっしょ。てかあの子って今日学校来てないのお昼休みの時委員長一人でご飯食べてたっしょそっか、風邪ひいちゃったんだ。ってことは、委員長がプリント持ってくんだよね。私も一緒に行こうかな。何その顔。友達なんだから別にいいでしょじゃあお見舞い行くよ。 お見舞い来たよーって、寝てるね。起こすのも悪いし、プリントは机に置いとこっか。うん、オッケー。にしても、熱が下がってよかったね。これなら明日は登校できるかも。さて、どうしよう。おばさんは買い物行っちゃうし、この子は寝てるし。しょうがないから、おばさんが帰ってくるまで留守番しとこっか。ねえ。 委員長、こっち向いて。ぎゅー。ふふ、おっきいっしょちょっと大きな声出さないでよ。この子が起きたらどうするの私ね、委員長のことずっと好きだった。初めてだったの。恋愛として好きになったのは。でね、そのことをこの子に聞いてもらったの。普段はかっこいいんだけど、 可愛い一面もあって、みたいな。そしたらね、この子も委員長のこと好きになっちゃって。私の方が先に好きになったのに、私の話聞くまで何にも知らなかったくせに。それでって、わからないこの子は私から初恋の人を奪った。だから私はこの子の前で奪い返すの。悪いことじゃないよね。 だって、先にやったのは向こうなんだもんね。あ、そうそう。私が普段こんな格好してるのはね。委員長と話すためなの。きっと、注意しに来るって思ってね。ふふ。注意するときの委員長、かわいかったな。直せって言いながら、目が胸と太ももを行き来してたよ。なんで謝るの私すっごい嬉しかったんだよ。 委員長が私の体で興奮してくれてる。きっと夜にも私の体を思い出して。<laughs> ねえ、委員長ってキスしたことあるそうなんだ。まだしてないんだ。<laughs> ファーストキスゲットー。どう気持ちよかったって一瞬だったしわかんないよね。じゃあ今度は、 大人のキスしちゃおっか。えやめろ <laughs> 委員長さ、やめろって言われてすぐやめるんなら、こんなことしないって。それに、やめてほしいなら突き放せばいいじゃん。そうしないのはどうしてね。どうして傷つけたくない。ね。ん、じゃあ、それ。ふふ。 押し倒しちゃった。今の音で大きい、いないね。ん何今度はどいてってさっきも言ったけど、どいて欲しければ力ずくでどかしなよ。それに委員長、また私の胸見てたっしょ見てない。そうなんだ。へえ。でも委員長のズボン、すごいことになってるよ。自分の彼女が隣にいるのに、 悪い人だな。そんな人と友達が付き合ってるのは許せないから、この子の代わりに、私がお仕置きしちゃうね。<laughs> <laughs> ここで何も言わないってことは、お仕置きしてもいいってことだよね。もう遅いよ。これから、心も体も、私のものにする。嫌だったら拒めばいいよ。どうせ無理だと思うけどね。じゃ 始めるよ。